一世石星は、秋代の文官。字は、くぬぎ川立。号は、東泉。北直令、東明県の出身。1565年に家去に、新史で旧大。1567年に、高吉帝に、内政の乱れを指摘したが、逆に帝の怒りを買い、職を辞して帰京した。この時、妻の帝子は、石星が死んだと伝えられたため自殺した。 万歴定の代になると再起用され1573年に、直品京代理、進む南京太牧卿から、先都御身に副都行士を経て、兵部左次郎、1587年2月に、公部少書、さらに大使商法、加造され、1590年3月に、戸部直書、1591年に、兵部少書を歴任した。1592年に、 敗の乱が起きると総督に、義学会などを起用して、乱を沈めた。同年の文録の役では8月に、縁子の陳忠隆氏を派遣して、交渉で時間稼ぎをする一方、年末には、総王、マサ、李助将の指揮による大軍を朝鮮に派遣し、平壌を回復した。しかし、続く、平定官の戦いで民軍が大敗すると、消極的となり、和平に傾いた。 以後、日本へ、風密着を許すか否かが、民朝廷で長く議論されたが、石星の主導する和平路線が採用され、密着は許さないが、豊臣秀吉を日本国王に封じるための使者が日本に送られた。これは、日本の思惑とも異なる対応であり、和平はならず、1597年に、慶長の役が起きた。月には交渉失敗の責任から石は、 罷免されて牢獄につながれ、1599年9月に獄死した、朝鮮の氏族の改修意志の子祖である。ありがとうございます。